グーだったグリップをパーの状態にするためにまず最初にやるべきことはチョキの状態、まあ、チョキというとこのように人差し指と中指になりますがゴルフでいう大事なのは中指と薬指になりますので中指と薬指でチョキのイメージで取ってもらってその2つでまず握って打てるようにしてみましょう。グーになってしまうう原因といののはこの拳を 握っっててししままうううとといこがにな原因です。で、その時に考えられる当てる場所なのですがここに第一関節第二関節第三関節とあるのですが皆さん左手に合わせる時に大体の人が自分で指で握りましょうフィンガーで握りましょうっていうような話があると思いますがフィンガーで握りましょうっていうこと自体は正しいのですが。 フィンガーというのはここで指で握っているっていうような形のイメージを抱いてしまいますが左手のフィンガーっていうと指の部分というのはこの第一関節と第二関節の部分が指に相当しますのでこの第三関節の部分はもうひらもこのように混じってしまっていますのでこの位置にクラブを当てたり。 このように斜めにしてしまいますとほとんど指でではなななくててて手でこのよよううにに握っっいいるような形になってしまいますそうするとどうなるかというとグリップがこのように拳がこう丸くなってしまって先ほどのグーの状態になってしまいますのでまず左手の感覚でやるべきことは中指と薬指を起点にして頂い,いて本当のこの第一関節と第二関節のあたりのみに 引っ掛けてていいいるよううなな感覚でまずグリップをしていただくということが大切になりますそうするとどうなるかっていうとこの手首のところにこのように角度ができませんのでまず努力としては指に引っ掛けただけでこう置いたような形の状態でこのようにここに三角形のような角度を作らずに割合直線もしくは少し湾曲しているような角度を 作っってててて持持るような意識を持って練習していただく必要があります握ると両方にこのように角度ができてしまいますのでまずはこの指指先に乗せて本当に引っ掛けるという状況を作っていただいてでそのまままずは親指を浮かしたままでもいいのでまずこの。 ゴルフにはバックラインというものがありますのでバックラインのところに第一関節と第二関節を乗っけているような形を維持したままボールを打っているような形で練習していただくと握って手首で動かしているっていうような状況を回避できる練習ができますのでまずはこの中指と薬指の2つを。 左手右手両方引っ掛けているだけのグリップにしていただいてこの手首の角度に多くの角度を握ってしまって作らずに両方とも引っ掛けているだけの状態でボールを打つ練習をしていただいてまず握るという動作から少し解除できるように練習を続けてみてください。